トレンド福岡、春休みにもおすすめ。今週は楽しく体験しておいしく食べちゃいます。福岡市内にある油山にやってきました。いい眺めですね。今日はちょっと霞んでるんですけど、霞が取れたらもっと見晴らしが良さそうですね。天気が良ければこんな感じ、福岡空港あたりまで見渡せますよ。キャンプ施設などがある油山福岡、その中に新地農場という体験型観光農園があるんです。今回の目的は旬の野菜を使ったピザを作ること。おはようございます。おはようございます。それでは早速ですけれども、はい、今から美味しい無農薬のお野菜を収穫に行きましょう。はい。新地農場が運営するこちらの畑では、季節によって異なる野菜が収穫できます。持って帰るのはもちろん、その場で調理していただくこともできるんです。よいしょ。大きい。いきます。せーの。おー、取れたー。綺麗な色してる。はい。他にも水菜やラディッシュなど7種類を収穫。この採れたて野菜でピザを作っていきますよ。それではピザソース塗り終わりましたので、はい、次は美味しいお野菜をトッピングしましょうか。はい、はい、どうぞ。ということで野菜をカットして乗せていきます。みこちゃん、何かをイメージしながらのトッピング、一体どんなピザになっているんでしょうか。じゃーん、できました。トイプードルをイメージして作ったピザです。このね、つぶらな瞳とふわふわした感じがうちの愛犬ムックにそっくりだと思います。みこちゃん、ちょっとどうだろう。特色言ってる。めっちゃ美味しいです。どのお野菜も新鮮ですし、甘くてすごく美味しいです。楽しかったです。楽しいですし、好きなようにね、トッピングできるのもいいですよね。ありがとうございます。